こんにちは、社畜です。今回は面白いコメントやあと質問などがあったので、それに答えていこうかと思います。では行きます。まずはこちら、社交の低さイコール頭の悪さ。これって社交の低さは知能の低さなのかな、なのかな、そうやって言いたいのかな。でも意外に私は頭悪いですよ。はい、次、潰れたトミカどういうこと、潰れたトミカってトミカ潰れたの。はい、次、派手で目立ちそうですね、かっこええ。うわ、これはもうこういうコメント待ってます。僕はもうこういうコメント大好きですよ。ありがとうございます。はい、次のコメント、これもしハンドルが全切りできるんだったら、した方が少し車高が上がるのでバンパー擦りにくいですよ。間違いないです。こういうコメントためになりますよね。最高です、ありがとうございます。はい、次のコメント、レクサスかっちょえ。あ、じゃあレクサスいかっちい、うん、ありがとうございます。もうでもあなたのアイコンもの車もめちゃめちゃかっこよかったです。はい、次、いつ見ても派手でかっこいいですね。いやー、もうこの方はいつもコメントいただいて、もう私は本当に嬉しいですよ。もういつも褒めの言葉いただいてるので、もう私感激です、ありがとうございます。はい、次、車庫町でこの低さの人たち相当苦労しているんだろうな。いやー、それはもう本当間違いないと思います。僕は優しなのでもうずっと優しか乗ってないんですけど、車庫町の人見ると本当すごいなと思いますね。車庫タン憧れます。はい、次、地面を張っているような車は好きじゃないけど、こうやって傷つかないように大事に乗っている人は好き。まあそうですね、車庫タンの人んたらもやっぱそれなりにすごい魅力はありますし、僕はそれは否定できないですけど、ただ私もあなたが好きです。はい、次、アレスさんの慣れ方と手際がすごい。いやー、間違いないですね。彼らは赤車に乗せるまでだいたい30分ぐらいで乗せてきましたからね。しかもバンパーそのままつけた状態で腹下ガリガリ言わせながら赤車積んでましたけど、でもほとんど全然何も傷もなく、さすがプロですね。やっぱアレスさん大好き。はい、次、ニヤついちゃうほどかっこいいってのはすごいわかりました。笑、ガチでかっこいいです、ニヤリ。僕もこういうコメントめっちゃ大好きっす、マジでありがとうございます。もう、はい、次、ここまでやると不便ですね。まあ感じ方は人それぞれですけど、僕は不便と感じたことはよほどないですね。普通に車高上げれば走れるんで、ただ警察がいるとビクビクします。はい、次、やっぱりアレスさんで車買いたいな。僕はおすすめしますよ。セダンすごい在庫あるんで。何が乗りたいですか、セダンですか。あ、でも他にも海外の車とかあったんで結構豊富ですよ、在庫は。ぜひ行ってみてください。はい、次、故障の中こんなコメントして大変申し訳ないけど、この戦めっちゃかっこいいです。いやいやいや、全然申し訳なくないですよ。もう治ってるので、かっこいいって嬉しい言葉ですね。もう本当ありがとうございます、もう嬉しいです僕は。はい、次、タイヤ曲げて走ったどういうことですか、タイヤ曲げて走ったとは。ぜひコメント主さん返事お願いします。はい、次、すべては消耗品。いや、これは間違いないです。僕からしたらタイヤは消しゴムです。はい、次、左ハン、そうです、左ハンドルです。海外のレクサスになります。はい、次、ディスではありませんが、どうすればこれで600万かかるのですか。闇とかではなく純粋に気になってしまいました。全然こういうコメントもうありがたいですよ。僕はコメントいただけるだけで嬉しいですから。まあ確かに600万どこにかかってんだよって感じしますよね。かかってるんですよね、それが。はい、次、車庫タン故障になると大変だね。大丈夫です、僕
これシャコタンじゃなくて僕ヤサスなんですけど、ヤサスが壊れてこうなっただけなんで大丈夫です。はい、次、某ドライブスルーで見たことあると思ったら名古屋ナンバーで確信しましたこれ僕ドライブスルー、この車左ハンドルで行ったけどマジで不便でした。はい、次、一目惚れして登録しました。いやいやいや、マジでこういう言葉大好きですから。皆様からのコメント全部見てますから私、ありがとうございます。またこういったコメントなどあれば私は質問など答えていこうと思います。皆様本当にご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。